藤原子さん、ありがとうございます。く、え、君、ー、歌舞お疲れ様です。羽生選手はバラード一番が一番なりきれた曲だそうですよ。えー、清塚さんの編曲、ロンドカブリチオーソー、えー、生演奏、最高でした、えー。羽生選手はこの曲に自分の人生を乗せたいと思ったそうです。なるほどですね。うん。春よ来いは、えー、誰かの次のドアを開けたいと思い、えー、演技しているそうです。なかなか濃いですね。 素晴らしい番組でした。やっぱり音楽とフィギュアいいですね。羽生選手の言葉でした。ありがとうございます。株、え、君、ー、おやすみなさいませ。うん、いやー、なかなかの濃い内容ですね。あのー、ロンドぶり調査この曲に乗せてい、えー、きたいという思ったと。そして、春よ恋は、次のドアを開けたいということなんですね。なかなか深いですね。うん。えー、ルコピアクラさん、ありがとうございます。 えー、さんこんばんはクラシック TV 見ましたゆずくんの曲への思いがあふれていて、えー、それを受け止めてひたすら投函をしてくれている清塚信也さん、えー、最高峰の2人だからできた論ップだったんですけど今更ながらはっきり分かりました、えー、清塚さんは論ップを編曲している時にずっとずっとゆずくんを思って作ったからあんなすごい曲になったんだなと思いましたうんいいですねそれを受け取ったゆずくんも曲を聴いた途端に えー、ここでジャンプ、ここでスピンをすぐに出てきたそうです、うん。一心伝心していたんですね。そして、プロになってからどうですかという質問にもっともっと深めたいと言っていました。えー「ハーを恋」も同じフレーズ2回目来るときに、えー、扉を開きたいみたいな感じとゆずくんからのリクエストもあったみたいです、えー。それを音にできる清塚さんも素晴らしいですね。たったっ分では 聞りりないし、えー、見足りない見りない。し、うん、見もっともっと2人のお話を聞きたかったです。いやー、気になりますねあの。とても素敵だと思います。えー、っと、清塚さんと羽生君の一心伝心が伝わってきます。コメント欄見て。で、2人の共演相性はで、また見たいです。半分くらいトークでもいいよ。 っていいううサイトからもも見見るようなんで株さんでささてください感動であ,ありがとうございます。ちょっと僕かなり集会遅れでして今やっと俳優君と内村航平さんの対談動画を見たばかりでうんちょっとかなり動画溜まってるんでぼちぼちこう見ていきたいと思ってるんですけど、うん、気になりますね。 ありがとうございます、えー、クラシック TV 最高でした、えー、清塚さんがいかに羽生選手と音楽表現が素晴らしいのかを演奏を交えながらわかりやすく伝えてくださいました えー、フィギュアスケートの解説者の方々が、羽生選手の音楽表現は素晴らしいと口を揃えておっしゃいますが、えー、清塚さんが音楽家の立場から具体的に、ピアノのどの部分、演奏部分を羽生選手がどう表現しているかを説明をしてくださって納得でした。うん、ね素晴らしい。これは本当にいいなと思います。全日本のロンカップでスピンで回転数が足りずに、 レベルを落としてしまったのは演奏に合わせてしまったためだと羽生選手が言っていましたするほどに音楽との一体感を大切にされているんですね演奏の一つ一つの音を表現していくことを極めていくと競技という中では表現しきれない部分も出てきていますから プロならば、どこでも、えー、どこまでも、えー、極めることができるんで、今の羽生選手は演じたい音楽がたくさんあって、えー、競技者だった頃よりも充実しているのではないでしょうか。うん、で、女、えー、走とロンドかぶり要素と、オーソとえー、春よ来い王清塚さんが演奏を演 されとき聴いていた羽生選手は、目を通して深くその世界に入り込んで利るようにして、えー、自然に身体が動いて、きっと頭の中はリンクの上でこの演奏を滑っているんだなぁと分かるぐらい喜びが身体全体からあふれていました。うんで清塚さんも羽生選手もどちらも素晴らしい芸術家ですね、とても感動しました。できればやはりノーカットで見たい、やっぱノーカットで見たいっていう意見が多いですね。うん ね、本当、素晴らしさがそう伝わってくるんですけども、まあ、曲の一つ一つの細部までね分かったということなんで、うん、これを見た上で、えー、ねまた羽生君のプログラムを見るとまた新しい発見が多い気がしますけどハニープーさんよろしくお願いします、えー、スピンのレベルを落としてしまったのは、えー、ピョンチャンのバラエティですね、えー、全日本のロングカップはオールレベル4でしたというあすいません間違えましたということで、うん ハニープーさん、よろしくお願いします。えー、クラシック TV を見ました。バラエィの回の、えー、ロンカップの回、春よこう,うの回と3回分けてほしかったと、もっともっとお話が来きたいです。うーん、えー、本当に、テラさんから本当にそう思います。もっとお話聞きたかったですということなんで、まあ、結構ね、飛ばされたりもあったと思うので、ね、本当はもっともっとじっくりね、来たらいいなって思いますよね。うん、えー。レモンみかんさん、どうもです。 E テレの夜9時からクラシックテレビを見ました。30分の短い番組の都合上、羽生さんが何かを話していて、無音にしてカットされたりもありました。そこも知りたい。うん、あね、そこのとこ気になりますね。てか、僕はまだ見てませんけど、えーしし、清塚信也さんは、バラートナンバーワンは伊豆ちゃんそのものとおっしゃっていました。ああ、そうなんですね。えー、羽生さんは、塗装とロンドカブリ調査真ん中に芯があり、情熱があり、でもそれだけではなく、周りに、えー 冷,たか冷めた温かさも孤独もあると、うん、いうことで。で、えっと、さまざまな感情をひっくるめて、自分の熱と音を演技に寄せてと思ったみたいなお話をされて、熱の入っているときと入っていないときのスイッチの切り替えが清塚信也さんははっきりしていて差がすごい。自分はそこまではっきりはしていない。というようなメリハリ感とテンションのことですかね。うん。なかなか難しいですね。です。それと、それから、 えー、いろいろロンドカプリ調査のプログラミ、えー、込めたようでした。また、ロンドカプリ調査は非常にエネルギーを使うんで、使われるとも、うーんなるほど。えー、感情の条理が激しくて、そういう意味で大変なのかも、という,そういうなるほど、そういうことなんですね。 春の恋は清塚さんに返却をしてもらうときに、新しい扉を開けるような、開けるようなイメージの音をお願いした。清塚さんは風景、心の描写を音にするのがすごいお造りです。見ている人が今、ほんの小さな痛みや悲しみがあるとしたら、ちょっとでもあったかい春が来るようにと滑っている、ご用心の春のイメージを合わせてできた名品です。辛い見たたら泣けててきちゃっっ 重要化されますよね。とてもお仕事しやすそうなお二人からと思いましたよ。俳優さんはこんなことも言っていました。 日本的に日本を表現したいと思うが伝わらない場合がある、えー、そこは伝わるように変えー、る内側に広く広げる世界観と、えー、外側に発散させる、えー、世界観の違いかもしれないですねということ、うんやっぱりこう日本の素晴らしさを伝えるっていうところでしょうかね、うん、でも「ハリこういうところで、えー、っと後に扉を開かせていくっていう部分かなり印象に残りますね、うん ユンママ様ありがとうございます、えー。クラシックテレビを見ました。すごかったです。えー、びっくりしたのがバラエティの解説。羽生くんは右手と左手で違う音階リ,リズムをとっている、えー。上半身は右手、下半身は左手ラズい。おお、なるほど。すごいですね。これまたすごいお話。で、それに対し清塚さんが ショパンは僕の音楽は左手が指揮者、えー、右手がソリストだって言ってるんですよですってすごすぎますすごいですねほ、うんと他にもうわえへへって思いながら見てたら あっという間に終わっちゃいました。うん。体感5分でしたね。脳型版放送をしてくれないか、相当濃かったんですね。とりあえずバラエティ見ていきます。うん。ということで、ああ、やっぱりこのね、お話を聞いた後に演技を見ていくっていう人がいるようなんで、まあ、相当かなり勉強になったのかなと思います。いや、僕も早く見たいですね、この動画。うん。 跡部優子さんどうもです。えー、カブくんこんばんは。クラシックテレビよかった。やっぱり羽生結弦選手のフィギュアは音楽と一緒に滑る。音楽が感じられるのが羽生結弦選手だと、だから羽生結弦選手の滑りは感動するんでしょうね。で清塚さんの演奏がすごかった。ド、えー、ンカプハリーをこういきながら。 体が動く羽生結弦選手、自然と曲を聴くと体が反応するんでしょうね。まあ、30分あっという間、ノーカット版が見たいです。NHK さん、お願いいたします。まあ、皆さんいますね、もうノーカット版もこれはもう決まりですね。うん MVP、さんよろししくお願いします えー「クラシック TV」すごかった。カブ君これは早く見ないためですめ。早く見たいですね、本当に。コメント見て、さ、う、ら、ん、に見たい気持ちが強まりました、えー。身体表現は音楽とどこまで一つになれるのかをテーマに、16歳の頃からの映像を見ていく中で、えー、清塚さんはゆずちゃんのすごいところは、 曲じゃなくて演奏に合わせるところとおっしゃっていて、私が驚き,を驚き感動をしたのは、ピョンチャン五輪のショートプログラム映像が出てきたところ、えー、バラード1番のお気に入りのところはどこですかの質問に、羽生、右手と左手で違う音階でリズムをとっているところがいろいろ散らばっている。上半身は右手。 下半身は左手というところがあって、それはすごいところですというと、うん、これね、ゆうまま様がさっきおっしゃってますこれすごいですね。これはなかなか難しいですねで。え、清塚さん、これは本当にフィギュアスケーターの言葉とは思えない。ショパン自身が、僕の音楽は左手が指揮者、右手がソリュストだよと言っている。ゆずちゃんはそれを体現してるんですよとおっしゃってますすごいことですね、これは本当に。うん、これはかなりの、えー、っと、なんだ。 かなりのお話ですよそして論仮の映像のところでは羽生ずっと音にはまっているだけじゃなくてちょっと外れてまたハマっていくみたいな、えー、なというと清塚さんそうね外れることであった時にあ あった時に合ってるって見える。羽生さん、そうですねってお、お二人の会話がびっくり。いやー、すごいですね。僕、全然こんなこと考えてなかった。うん。あの、フィギュアスケートって曲が合わさってて、曲にあ曲に合わせるだけがなんかあるかなと思ってましたこれ見ると、いや、もうレベルの高さが <laughs> すごいなと思います。えカブくん、君伝わったかなもうね、とても深くて、内容が濃くて、えー、すごく広重の、いや、本当ですね。もうコメント見て目が回っていってました、僕。 本当に目が回っちゃいましたね何度も繰り返し見て右手と左手の違いを私もよく分かりたいうんいやこれはなかなか難しいけど興味深いですねうんえー、ハニープーさんよろしくお願いします私はピアノ行きますが えー、バラエィの後半のステップのところの、えー、表の取り方でしょうね。の取り方が、えー、本当に難し,く難しいです、うん。私も楽譜を見ながら、えー、全然うまく弾けなくて本当に苦労しました。いや、でもそうですね。ピアノ弾けるっていうだけでもすごいですよ。もう僕ね、ピアノ弾くと親指とあの右と左が同じになっちゃうんで、なかなかできないんですよね。あの表の取り方かな。あの表紙の取り方は独特、えー、なんです。 羽生選手も滑りながらそれを感じていたのか、ファンタジーオーマイスの時にピアニストの福間さんに何度もあの部分の楽の取り方のレクチャーを受けていたと言ったんですよね。もし羽生選手がただ,ただ なんとなく雰囲気で音楽を聴いて滑っている選手だったらならば、おそらくその難しさに気づいていないでしょう。うん。しかし、しっかり一音一音の音を捉えることができる羽生選手だからこそ、え、難しさを感じたんでしょうね。いや、すごいことですね。本当ね。その上で完成させたバラエティ。しかも、え、羽生選手の18番とも言えるようなプログラムにしてしまったと、お見事しか言いようがありません。いや、本当ですね。うん。いや、早く見てみたい、この動画。 いやーもうなんか漠然とフィギュアスケーターって曲表現とかね、まあ、することが結構あって、まあ、僕もそういう捉え方でしたがいやこの動画を見るとこのコメントを見る限り相当深さを知りますね。うん えー、アルキさん,あキさん、ね、編集されていたと思うんですよね、こちらですね、えー、羽生さんと清塚信也さんのクラシック TV、とっても良かったです、うん、もう30分なんでみ、あや皆さんおっしゃいますね、30分なんて短すぎ、1か月丸々やってほしいくらいでした、うんなんかね、10分とかに分けてもいいんで、まあ、ちょっとずつ紹介してもいい,い,いっていう感じはしますよねいく、えー、清塚信也さんのゆずちゃん呼ばれえー、ゆずちゃんだなんてかわいい。 羽生さんも嬉しそうに、二人が初めて、えー、共演したファンタジーを生で完成しました、えー。清塚信也さんのことはあまりよく知らなかったんですが、その後、えー、男性ピアニストとして初めて日本武道館を満席にした方だと後で知りました。うん。えー、そんな清塚さん信也さんと、えー、羽生さんのコラボ、春よ恋を見れたのは本当にラッキーでした。あの時見た羽生さん、本当に綺麗でした。 で、清塚信也さんが春よ来い演奏すると、羽生さん嬉しそうに、そして春よ来いを演技して滑っているのを思い出していたのか、えー、目をたまに閉じてリズムをとっていました。もしかしたら1年前の北京五輪のエキシビーションを思い出していたのかもしれません、うんで。とにかく中身の恋、たくさんの2人の思いが詰まった30分でした。で、ノーカット完全版みたいに、ね、そしてこの番組を収録したのは、なんと羽生さんの誕生日の12月7日だそうです。すすごいですね。あのの誕生日の時にそういう いうことを根、ね、があったとはちょっとびっくりですね。うん。はい、いや、かなり深い内容でございますが。 クロミーさん、よろしくお願いします、えー。フィギュアスケートと音楽とは切り離せないものの、えー、スポーツだけどアートでもある、競技会での解説に、えー、音楽家の方もお一人加えていただくと、また違う世界が見られて楽しいかもと思いました。うん。で、清塚さんのゆずちゃんの解説、楽しかったです、えー。完全版を放送していただき、やっぱ完全版ね、 あの放送していただきたいということなんで、NHK さんよろしくお願いしますという感じで、羽生選手って表情の演奏者だったな,なんだなと改めて思いました。うん、表情の演奏者、かっこいいですね。うん、はい、えー、という感じで、とにかくですね頭がちょっとくるくる回ってしまうほど、あの相当濃い内容だったということが伝わったので、僕も早く見てみたいなと思いましたね。はい、ありがとうございました、えー、これ以上です